WWS チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。学芸大ジュレスです。現実世界とメタバースっていう2つの世界を行き来するダンス&ボーカルグループなんですけども、はい、音楽はですね、ダンスミュージックとピアノの音色を混ぜたピアノダンスっていうのをコンセプトにやってます。はい、いや、本当に普段お世話になっているブレイクアウトさんのですね、歴史あるこのイベントに出演させていただくことができて本当に光栄に思っています。はい、まずですね、豪華なアーティストの皆さんとの共演も本当に楽しみなので、本当にフルパワーでパフォーマンスしたいなと思っております。はい、そうですね、今日出させていただける、はい、ブレイクアウト祭りもそうなんですけど、はい、でも祭りといえば、はい、フェスおとか、僕ら今までまだ出たこともないというか、はい、顔出ししてからフェスみたいなね、出たいなっていうのはずっとあったので、はい、今年そういう機会があれば、ね、ぜひ出たいなっていうのは一つ目標ですね。はい、今ちょうどワンマンツアーをやらせていただいてるんですけど、はい、ワンマンツアーとして声出しありなのも今回のツアーが初めてで、でこういうイベントとか出させていただくってなっても、今まで数回 1,2 回くらいは声出しありでやったことあるんですけど、デビューしてからその3年間くらいずっと声出しができない状態でライブしてたので、そういった意味でもこう僕らが今やらせていただいてるライブっていうのがこう本来の形というかっていうものを自分たちが今実感できているので、そういった意味ではすごく楽しみめてるというか、今後のライブもすごく楽しみだなっていう感覚ですね。はい、そうですね。やっぱ今日ブレイクアウト祭りって言って、はいはい、でさっきゆうとも言ってたんですけど、はい、やっぱお祭りとかそういうソーシャルイベント、うん、もうなんかこう徐々にできてくるのかなと思って、はい、で僕たち5人で一緒に住んでるんで、うん、まあ、なんか5人で近所のお祭り行ったりとか、うん、そういうこともしてみたいなと思います。四六時中一緒にいるんで。そうね。右向いたらメンバーいますし、はい、後ろ向いたらメンバーいます。そりゃそうで、はい、本当にいつも僕らを応援してくださってありがとうございます。皆さんのおかげでこんなに素敵なイベントに出ることができました。そしてですね、今フィフスライブツアーを実施中ですので、まだチケットを買ってない方とか興味がある方はぜひチケット買ってみてください。はい、そして新曲山嵐のジレンマが今配信中なんですけれども、うん、その山嵐のジレンマの手振りをね、はい、手振り動画を TikTok で今後上げていきたいなと思っていますので、はい、皆さんも真似して動画を撮ってみてください。はい、待ってます。はい、